はい、で動画の方も回りました。ではやってみましょう。さあこうやってですね、生演奏の BGM を弾いていただいているのは瑞穂明美さんです。こんにちは、瑞穂明美です、はい、よろしくお願いします。今日はですね、ここはマキアート、はい、石巻のですね、この、皆さんがいろんな音楽のスタンバイやリハーサルでね、お集まりになっているところに後藤はお邪魔しまして、瑞穂明美さんにお会いすることができました。あ、どうも、こんにちはよかった宇都宮会長もですね、一緒に映っていただいてます。はい、ね、手に持っていただいているのが11月24日、うん、ね、花の共演芸能祭り、はいはい、これはもう明美さんの45周年のコンサート、そうなんですよ、ってことになりますよね、はいはい、ということで大変記念になる、ね、会のコンサートですので、はい、皆さんにぜひ足運んでいただきたいということで、今日は動画撮りたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんね、もうね、ご存知だと思うんですが、瑞穂明美さんと言ったら三叉しぐれ日本一、はい、ありがとうございます、はい、これがですね、宮城県から明美さんが日本一取っていただいているというのは、うん、宮城県民として嬉しい話じゃないですか、ね、そうですね、もう今から何年前なんだろう、7、8年くらい前ですかね、はい、ええ、これが、あのちょうど、岩出山の大会だったんです。はい、岩出山ですね、はいはい、宮城県開催の時に、うん、宮城県人の明美さんが優勝していると。はい、そうです、はい、やはりあの全国からいろいろな歌手の方、選手の方、うん、いらっしゃるわけですもんね。そうなんです、もう全国からですからね。あの三叉しぐれって、はい、これ宮城県の歌って思ってるんですけど、これ当たってますか？あ、当たってます。ピンポン、ね、ピンポンでさ、宮城県の民謡です。そうですよね。はい、で、あの民謡好きな方はね、三叉しぐれはもうこのめでたい時にね、うん、宮城県民はちょっと歌えたらかっこいいぞっていうくらい。そうですよ。うちの親父とかね、おじさんとかもね、家で酒飲み始めると歌ってたのを思い出すんですよね。そうですか。はい、あ、めでたい、めでたいって、はい、というようなものも、うん、この時代ね、本当にあの知らないでいる方も多いかもしれないんで、そうです ね、宮城県で生まれて育ってる皆さん、うん、ね、三叉しぐれぜひこうお近くこう馴染んでいた、はい、ね、そして明美さんが生でコンサートやってくれますという、うん、この11月24日、はいはい、ぜひね、お集まりいただきたいと。よろしくお願いします。思ってます。はい、明美さん45周年になるんですね。45周年ですね。まあ民謡を始めてからということで、はい、まあ三味線の方が3年ぐらい早いんですよ。じゃあ48年まあそうですね、三味線をやって48年、うん、民謡を始めて45年ということですね。あら、それはもうそういうお家に生まれたということなんですか？そうですね、母がやっぱりね、うん、好きだったんですよ、はい、お母様も踊りの、うん、踊りのお師匠さんだったんですよね。じゃあやっぱりね、あの歌舞伎とかね、うん、見てて思いますけど、うん、家なんですよね。そう、環境なんです。環境なんですよね。はい、そうです、そうです。そしてこう伝わって継承していくということなんですけども、うんうんうん、はい、ね、まあ、これもね、どんどんその核家族みたいになってきてて、今の時代、うん、本当にね、あの昔に戻った方がいいんじゃないかななんてね。そうですね、思う時あるので、うん、そういう思いの皆さんが、はい、なんかこの24日ね、ビッグバンですね。はい、はい、ビッグ石巻市河北総合センタービッグバン文化交流ホールです。はい、たくさんね、そんな方が集まって盛り上がるんじゃないかなと、はい、思っております。そうです ね、まあ、今回で13回目になりますんで、はい、もう常連のお客様、はい、そしてもう初めてのお客様、はい、もういっぱいになりますから、はいはい、じゃあ宇都宮公園会長からもですね一言 PR をお願いします。はい、今回福祉チャリティー能登半島地震支援花の共演芸能祭り11月24日日曜日、ビッグバンで行いますので、皆さんお越し、ぜひお越しください。待ってます。待ってますよ。